試合。やってくれるんでしょっていう期待を込めて承認させていただきますので、よろしくお願いします。まあプラス様と僕しかいないんでね、寂しいコミッキーやで。さあ、あの2B が強いね、このギャラは。さあ対空射撃とかおしゃれ。さあオレンジ色の方が山ちゃんさん、そして黒い方が黒ちゃんさん。投げが通る。このゲーム投げ強いですね。
さあ下段が当たる、結構きつい。投げは抜けてダッシュ足払い、クー投げからさあそういうあれなのか、ボタンが通ってバースト切っていく。さあ切ってよかったのか俺には分からないが、中段ガードダッシュ投げ、いや分かんないってあれ。さあランツー、あーあった右とか、ここはダメージを稼いで、なんかナオトが銃撃ってると、あ弾減らしちゃっていいのとか思うんだけど、別に弾とかねえからみたいな。さあミド当たってワンコボ拾えない、裏回ってさあ、あのなんかジャンプで設置してから置いてみるのがちょっと嫌ですね。チャンスが通る、さあ中段当たってしまう、だから拾い直しがミスる、中段、あやっぱ防御力低いっすね。さあ受け身が取れた、これは確定しない、ダッシュ行くんだ、拾えない、中段ガードラピットから攻め直し、下段が通る、これはどうすんのかな、あゲージがない、下段が当たる、スパキャンしてワンコンボ、さあしかもペルソナがいないと本当にやることがない、パス当たる、これ惜しい、待ちあるのか、キーパスを、さあバーストは通る、投げは通る、さあかなり分かんないですねこれ。まあ、プロジャムさんの方は一応バースが多分試合中に溜まる気がするけど、クータイク下段射撃は様子見られてちょっときついことになっていく、減りすぎやで。下段カード、さあ固め継続 EX で逃げていく、どっちの設置だよみたいな下段から、さあ空対空は強い、ジャンジーからコッパン投げが通って、これでさあまだ1個ある、1個あるけど体力がきつい、激戦逃げていく、しかしは投げ返されてしまう、これはミスらなければ死んじゃうのかな、残る中段ガード、激戦逃げるがダッシュ5番、さあということで、優勝はクロージャムさんになります。おめでとうございます。拍手薄い。まあまあまあ。